はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、こちらの本を紹介します。こちらはね、先日本屋さんで買ってきたね。 13冊の本でございます。まあ、文庫本だけなんですけど、結構いいの買ってきたよ。原付でね、30分ぐらい行ったとこにあるブックオフね、久しぶりに行ったら、マジでね、いい本だらけで、えー、っと思って、こんだけいい本ってあるんだっていうね、久しぶりにね、その本を買う快楽みたいな、を覚えた感じがしたね。言わない文庫とね、早川文庫ぐらいしか、最近ね、ドバドバ買わないんだけどね、他にもね、いろいろ買えたのよかったですね。はい。 ま、早速やっていきましょう。まあ、ここですね。河出文庫と、高段者文庫と、朝日文庫と、新潮文庫と、筑波文庫ですね。まずね、河出文庫の、渋沢達彦3冊紹介します。この3冊ですね。渋沢達彦の、記憶の遠近法と、うつろ舟と、ばらコレクション1、エロティシズムと残酷の総合研究史っていうのですね。この3つ買いました。記憶の遠近法は、サラマンドレ一ヶ月中、タロッ タロッコカード。タロコカードっていうのはね。タロットじゃなくて、宝石など著者の 得意とするテーマを満載する論考発表からなる第1部と、これまで自らタブーとしてきた新編雑記や回想を望遠鏡を逆さまにして世界を眺める遠近法で書いたエッセイ群からなる第2部。過去と現在という時間を交差させて織り上げた魅惑の作演習ですって。いいっすね。渋沢達彦ね、もうこれのイメージしかないもんね。ずーっとこれやってるって感じするけど、いいんだよね、そこがね。うつろ舟は、うつろ舟ってね、UFO みたいななやつなんだよね。日立の国原止まりの浜に流れ着いたガラス張りのうつろ船とその中には金髪壁画の若い女人が1個の箱とともに閉じ込められていたっていうねなんか実際にあった話なんだよね UFO みたいな形してんだよねこれは小説っぽいですね渋沢達彦ってねエッセイが結構多いんですけど小説もねいろいろ書いててねそっちの方が僕好きですよ幻想的でいいんですよねあと千鳥原だけど僕ねこれ知らなかったな 1968年初頭渋沢辰彦は責任編集により刊行されたエロティシズムと残酷の総合研究師チトバラ執筆陣には三島由紀夫稲垣樽郎、塚本邦夫上草仁一など先鋭的な作家を迎え当時の最先端かつ過激な作品を発表の場としたらしいですね新世紀を迎えた現在その輝きは一層高度を増し続ける多くの渋沢愛好家の中で熱望された幻の雑誌初の文庫家と へえ、目次を見るとね、あんまり知らない作家もいるんだけど、萩谷屋豊もいるみたいですね。種村末博もいるみたい。特集4、オナニー機会っていうのすごいね、これね。あ、池田昌スとか、金子国吉とかもあるみたいですね。横なのにもいいですね。あとは僕はちょっと知らないなへ結構良さげな感じしますね。まずタイトルがいいよね。沈黙と生贄とか。ダフニスと黒。 漏洩ととかか、かかね、ね。処女である男たちとかなかなかタイトルいいっす、ね、僕、この世界大好きなんだよね。ゴシックっていうか、幻想っていうか、ゴスロリ的世界観で。自分、サタツイコはね、僕、大学の時にね、ずっと読んでてね、やっぱハマっちゃったね。ー出文庫からも大量に出てるし、まあ、文集文庫とかでもありますけど、やっぱ河でのイメージあるね。 で、カール文庫引き続きですが、章のより子のコンピラと、穂村ロシの初めての短歌、あと白須政子の日本の伝統美を尋ねてですね。まあこちらですが、章のより子コンピラは、僕ね、持ってんだけどね、このコンピラ文庫本ね。 単行本も持ってんだけど、コンピラね、昔大学の時に読んでて、カバンの中入れてたんですよ。当時はね、めちゃくちゃ暑い夏で、水筒をね、持って僕大学行ってたんですけど、水筒のね、蓋がね、外れちゃって、カバンの中でね、水浸しになったんですよ。で、それでね、コンピラがめっちゃ濡れちゃって、前からね、買い直そうと思ってたんですよ。で、今回買い直したっていう形だけど、まョーのより子ってね、ポストモーダンの女王でね、芥川賞ガーってた ノマ文芸新人賞も三島賞も沿ってんだけど、まあ、私はコンピラになったと1956年の嵐の夜に人の子の体を借りて深海から陸に移り住んだ私コンピラと失った過去の記憶が蘇る時近代が封印した魂の歴史と祈りの本質がついに開かれると21世紀いまだ解決されざる内面の神話に挑戦した超絶怒涛の世界文学第16回伊藤聖文学賞受賞作品と著者記念碑的大賞 表作、解説、安藤、レイジなんですけど少年より子はね、どんどん読んでいきたいんですよね。たくさん本あってね30冊とか50冊ぐらいあるんじゃないかな。結構分厚いっていうか難しいんですね。少年より子ってねだからなかなか手出せてないんですけどまあ月1ぐらいで読んでいきたいとは思ってんだけどね。で、あとねホムラヒロシのね、初めての単価ですね。この表紙なんかいいよね赤と白を基調としたこのデザインね、好きですね。ホムラヒロシっていうのはね、カ人でカ人の中で、まあ、一番目が 2番目ぐらいに有名な人だと思いますけど単価とビジネス文書の言葉は何が違うと優れた単価は教官よりももっと強く人々に脅威を与え心の奥に突き刺さると住みないた世界語りなれた言葉の束縛を解き現代人が忘れた自由な表現を取り戻そう社会に埋もれた私を発見し言葉に笑わす方法が楽しく身につく小村ひろしの単価に生むと、まあ、これ前から欲しかったんだけどねなかなか本屋さんで見なかったあちゃーと思ってないんだけど 今回見つけましたね僕もね短歌してみたいんだよね短歌とかね俳句とかやってみたいと思ってるんだけどね少しずつするしかないけどねこういうのはね繰り返し繰り返しだと思いますけどいつかね500首ぐらいさ作ってさ歌集でも出したいねもちろん同人的なやつでねそういうのやってみたいと思うわであとね白洲雅子のね日本の伝統美を訪ねてですけど僕ねいまいち白洲雅子ってね何やってる人か知らないんだよね の工芸などの研究家と薩摩藩の大将の孫らしいですよ14歳で米国留学1928年帰国らしいですねしらす次郎と結婚ね、まあ、いろいろ本出してるっていうのは知ってんだけどねいまいち分かってないな工芸日本人の心11面観音 などなどと。まあ、さっき言ったような、いろんなことについて書いてみましたよ、みたいなことなのかな。生前に可愛い早押しなどと語り残した日本の文化をめぐる貴重な証言をまとめる一冊だしい。見た感じね、対談集っぽいんだよね、これね。山折哲夫とかと喋ってみたいですよ。黒股に長吉とも喋ってみたい。相本と洋とか、阿川沢子とかね。面白そうだね、これ。ちょっと読んでみようかな。で、続きましてね、講談社文庫を4冊紹介しますけど、まあ 西尾維新先生2つあって、置き手紙、京子の挑戦状と人類最強の初恋。あと西澤康彦の完全無欠の名探偵と無限巡礼ですね。まあこちらですね。まず西尾維新ですけど、僕ね。西尾維新大好きでね。大学の時は戯れ言シリーズを始めね。刀語りとか化け物語、新本格魔法、少女リスカとかね。僕ねずーっと読んでたもん。初期の方で読んでない。本ってなかったと思う。ぐらいずーっと読んでたんだけど、最近のね。置き手紙。 ここシリーズね。忘却探偵シリーズは読んでないんですよ。だけど売ってたら買うってことで。置き手紙京子のね。文庫本は僕は置き。手紙京子のね。推薦文っていうのを持ってて、それはね。シリーズ2作目でこの挑戦状シリーズ3作目らしいんだよね。シリーズ1作目はね。僕持ってないんですけど、また見つけたら買おうと思う。ドラマもね。見てなかったんですけど、ちょっと読んでみたいんだよな。で、あとね。人類最強の初恋ですけど、これもね。シリーズで、そもそも戯れ言シリーズのスピンオフなんですよね。この。 写ってる女の人が、人類最強と呼ばれるね、相川純さんっていう人なんですけど、まあこれはザレゴシリーズで出てくるんだけど、その人を主人公とした人類最強シリーズっていうのあって、僕が持っているのはね、この初恋の次の作品の、人類最強の純愛っていうのを持ってて、これが1冊目で、純愛が2冊目なんだけど、これもまた読みたいんですよね。あとね、西澤康彦の2冊なんだけど、まあ最近はね、西澤さんね、売ってたら買うことにしてて、まあ元々、 パズルミステリーっていうか特殊設定ミステリーの走り身みたいなことだよね。完全無欠の名探偵は遠く離れて暮らす孫娘リンのため大富豪がお目付役に送り込んだ青年山吹美る、うんぬんと書いてて精緻なロジックで事件が分析推理されていく究極のアームチェア探偵新登場だって。 アームチェアっていうのはあ楽ラクイスのことだよね。へえ、そういうのも書いてんだ。変わった設定のミステリー多いよね。そういうイメージあったけど。 これはなんか普通の漢字も線でもないのかな。この無限十年はね、ここに副題ついてんだけど、菅尾美子の超能力事件簿って書いてて、これまあシリーズなんだよね。僕ね、菅尾美子シリーズって飛び飛びで読んでてね、全然わかんないんだけど、菅尾美子っていうのは超能力持ってんだよね。で超能力でうんぬんっていう話だったと思うけど、人を殺すことがこんなにも面白いと思っても見なかったうんぬんって書いてて、のけ 部,の部下名倉翔は警察官でありながら連続殺人鬼らしいですよ。驚愕の最高ミステリーって書いてあるよね。大人気の勘を目継ぎシリーズの番外編だって。へえ。またね、西沢さん読みたいと思ってるね。あとね、3冊紹介して終わりますけど、結城翔士さんの夜の終わる時熱い資格っていうのと、中上賢治の奇跡。 あと、夢の旧作の死後の恋ですね。この3冊紹介します。まずね、有機障子から行くと、警察小説、傑作選って書いてて、僕ね、有機障子ってね、そんなに知らないんだよね。結構古い人みたいですけど、早稲田専門学校、法律科で学び、1948年、東京地方検察庁に入庁するも、同年、肺結核を患い、入院、療養中に推理小説を読み始め、59年、エラリークイーンズミステリーマガジンの第1、 1>, 1回短編探偵小説コンテストで、貫中水泳が第一席で入選、同年、諸女長編、ひげのある男たちを刊行と。で直木賞とっていうのはね、1970年に軍旗はためく元にで直木賞と。 で吉川英治文学賞や日本水理作家協会賞も取っていますと。これ編集がね、草加三蔵で、まあ、本人は亡くなっていて、草加三蔵が案だということですね。編集したということですけど、日本水理作家協会賞を受賞した警察小説の金字塔に4編の傑作短編を増補してるらしいですね。四川文庫の有機昭児って、あるフィルムの風景っていうのがあるんですよ。そっちね、実は持ってて、これで2冊目になるんですよね。草加三蔵が編集した、 過去のね、ミステリー作家の短編を集めたやつってね結構あんのよ。ちくまってねあんまりミステリーで出すイメージないと思うんですよ僕もないと思うんだけど草加三蔵編でいろんな作家のやつがまとまってんのあってちくまもね、どんどんミステリー出してきてんですよ、まあ、ミステリーって売れるからねどんどん出すのはいいと思いますけどねで、あとね、中上賢治の奇跡ですけどまあ、中上賢治はね言わずもがな、76年に三崎で芥川賞取ってるわけですけれども92年夏に 救世してると。戦後に生まれた人で初めての芥川賞作家とよく言われますけど朝日文庫からは紀州ね日の国根の国物語っていうのが出ててこれは持ってんですよで奇跡は持ってなかったんだよね夏扶養の花に戯れる金色の小鳥のように荒廃と群れ集っていた荒ぶる魂太一 その大地は極道同士の熾烈な戦いの果てに生産の死を迎える。語り部、欧竜のおばと、ほのおじによる時空を超えた宇宙、老子の最後の物語が始まる。あ、最後なんだ。戦いの佐賀と、陰頭の血を刻み込まれた若者たちの騎手、竜利丹と。中上賢治もね、僕ね、あんまりね、読んできてないんですよ。履修してないわけですよ。いや、文学、ューバーって言ってるからね、ちょっと必須だと思うんだけど、僕ね、たい2000年代以降のね、小説大好きだから、 70年代とかね、80年代とかね、あんまり読めてなくて、またね、一気に読みたいと思ってんだけどね。で、最後ですね、夢の旧作、傑作戦死後の恋と、これ新潮文庫が出てんだけど、夢の旧作ってさ、角川文庫のイメージあんだよね。ドグラマグラとか、瓶詰めの地獄とか、犬神博士とかは角川から出てんだけど、新潮でようやく組んだんだと思ってね、いや、いつかね、岩波とかにも来ると思ってんだけど、新潮来たんだなと思って、この表紙がまたいいよね。 近藤里野が書いてるらしいですよ。近藤里野って漫画家でね、近藤里野ウムシのお弔いって書いてんだけど、これは絵っぽいですね。これはキャンバスに書いてるから絵らしいですけど、またね、これ収録が良くてね、死後の声僕好きで、なんかね入ってたやつね、読んでね、あ、面白いと思ったんだけど、瓶詰め地獄も入ってんですね。であと、田舎の事件ね、田舎の事件ってさ、ずっと文庫化されてなかったんじゃない角川で田舎の事件って多分ないんだよね。であと綾香 昔の筒見は、これ角川ホラー文庫でね、あるんです。僕結構ね、夢の旧作の文庫って結構読んでんですよね。まあ前週まで読んでないから、すべての作品知ってるかどうかわかんないけど、でもなかなかいいね、作品入ってんだよね。いや、これまた読もうかな。ドグラマグラってね、難しいって言われるけど、意外とね、そんなに僕の中では難しくなくて、ドグラマグラを元ネタにした映画とかね、あとはアニメのやつもあって、それ見るとね、保管されて、 借りますよまあ、そんな感じで、今回この13冊を紹介しました。なかなかいいの買えたと思うんだよね。ミステリー系は、後段者文庫であれば、僕買うことにしてますから、昔読んでた絹塚的なね、やつで、買ってもね、いつ読むかわかんないけど、二章維新とかは多分いつか読むと思うんだけど、まあ、いつかのために買ってますね。最近あんまりね、文庫本でね、ドバドバ買うこと少なくなったからさ、こんだけ変えるとテンション高いですよ。ドーパミンドバドバ出てる感じがあって、よかったですね。はい。また本買ってき たら紹介しようと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。まあ、そんな感じで今回は終わります。高評価コメントチャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。それでは、つかっちゃんでした。バイバイ。